今日はコスモスを見に行ってきました。変わる長崎を記憶したい、ここどこ長崎です。長崎県でコスモス有名スポット、そう、諫早市白木峰高原です。今日10月16日水曜日、見頃を迎え、たくさんの人でにぎわっていました。皆様もお出かけになってみてください。ここどこ長崎では、ここどこ長崎クイズや長崎の今をお届けするライブ配信、長崎の街全網羅企画、長崎の狭い道など、長崎に住んでいる皆様や過去に住んでいた皆様など楽しんでいただきたいと長崎中を撮影しています。どうぞチャンネル登録して定期的にご覧いただけますと嬉しく思います。では長崎県諫早市白木峰高原のコスモス、ご覧ください。